でしょうね、結局4か月ぐらいトータルでお休みをしてたんですけど、うん、毎日連絡くれましたね,そうですね最初でもほら「大丈夫?」なんかいろいろ聞いたけども「<ー>どうなってんの?うん」って「あしまた連絡するね」みたいなことってもうそうそう省いてもう一発目が「会いたいんですけども会いに行けますか?あの」大丈夫って言っても「あ大丈夫大丈夫」丈夫って終わるのも。はい 分かっているんでしつこくてもちょっとでも会話ができたらなと思って最初に「死にますか?」ってそう最初ねそれはやっぱりもうね俺とかでは絶対言えないジョークだものジョークジョークというかそのぐらいの言葉をかけないとなんか返してくれない人なんですよね